宮本恒靖は日韓ワールドカップベルギー戦に途中出場。同点に追いつかれても浅いディフェンスラインを敷こうとして中田英寿に怒鳴られた。中田英寿に怒鳴られてもラインを上げようとする宮本恒靖に決勝を変えて、今度怒鳴っていたのは中田浩二だった。宮本恒靖は現役引退後ガンバ大阪の監督を務め、2022年に JFA の理事に就任した。宮本恒靖がワールドカップでつけたフェイスガードの最初の色は白だったが弱く見えると言われ、黒に塗り直し試合に出た。宮本恒靖曰くフェイスガードはあまりつけたくなかった。その理由は足元のボールが一瞬見えなくなるから。宮本恒靖はバットマン、もしくはそのイケメンぶりから常様と言われていた。